アレクサンダー・エールンスト・フェスカはドイツの作曲家、ピアニスト。フェスカはカール・スルウェでフリードリ・ヒ・フェスカとその妻、シャルロッテの間の4人の息子のうち、次男として生まれた。フェスカに最初に音楽教育を施したのは父であり、彼は11歳の時に故郷の町でピアニストとしてデビューを果たす。14歳でベルリンの王立芸術アカデミーの作曲家を 卒業した。彼の指導に当たったのは、アウグスト・ビルヘルム・バッハビルヘルム・ターベルとカール・フリードリ・ヒルンゲン・ハーゲンらである。フェスカは1838年には、カール・スルーへに帰郷した。同年、オペレッタ・マリエッテで、最初の成功を果たす。彼は、短い生涯の間、才能とある、種の軽妙な音楽性が現れた歌曲や、ピアノ商品によって、 その名を知られる存在であった。このことを理由に彼の作品の深い水準や芸術的深刻性を否定する音楽学者も存在する。1841年にはオペラスペインのフランス人が上演され大好評を博す。同年フィルステンベルク公演音によって室内楽奏者に任命されている。 フェスカは1842年よりブラウンシュバイクに今日構える。1847年7月25日には、同地の地方宮廷劇場で彼の主要作である五幕形式の英雄ロマンテキ、オペラ、イルト・ロバトーレが初演された。台本はフリードリヒ・シュメッツァーによるものであった。アレクサンダー・フェスカは1849年に、 ブラウン・シュバイクで28歳にて障害を終えた。死因は肺炎であった。アダージョ・ファンタジア・ピアノ60奏曲ピアノ30奏曲ピアノ40奏曲、オペラ・オペレッタ・ロンド70奏曲、弦楽・40奏曲リート。ありがとうございます。